あ、赤コーラ来てる、やめてー、そのまま許して、やめてるかと。ロックリンか。こんにちは、こんじきたまさぶろうです。今日はマリオカートやっていきたいと思います。で、今日はね、レート2000まで、頑張っていきたいと思います。今ね、1933ですね。1933で、もうちょっとなんで、何回かね、勝てば、別にこれ1位じゃなくてもいいんですよ。1位じゃなくてもいいんで、まあ、半分以内とかに入ってたら一応いいのかな。ただね、なんか、やたら、部屋から人ね、抜けるなと思ったら、一人ね、99000、もうほぼカンストだね、の人がいました。ほぼカンストの人いたんで、まあ、ちょっと1位は難しそう、ですね。まあ、ただ、それなりには頑張っていきたいね。さあ、これちょっと使おうか。いてー、あの人だね。あの人が1位ですね。これバナナ投げて、攻撃仕掛けて。あー、ちょっとアイテム取れてないね。さあ、まずいですね。いやー、マジか。やばい。ビリだけは避けたい。下がっちゃうよ。危ない。無理やり使って、1111111、アイテム欲しい。 OK、 OK、 コインも取って、いや、いいんじゃない。ある、これマジか、まさかある。危ない、ちくしょう。あ、でも全然9万の人じゃない、エイミーだ。エイミーが来て、危ない。オッケーオッケー、かわし込んで。さあ、これお尻つけて、危ない、ここ冷静よ、ここ冷静に行くところで。さあ、これ避けて、あれ、バナナあったのにな、なんでだ、ガチやばい、そうさせない。オッケーオッケーオッケー、やっつけて、そのままサイで許して、危ない、サイで許して、オッケー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 。どう、6人いたのかな、5人か。あ、でも上がったよね。はい、次砂漠のところだね。頑張っていきたいと思います。でね、だいぶ人増えたね、だいぶ人増えました。まあ、さっきの9万9000の人はそのまま部屋変えてないんでいるんですけど、人も増えたんでね、やりやすくなったんじゃないかな。さっきはもう人が少なすぎてね、ちょっと、違う緊張感があったもんね。ちょ、これ危ないね。これ非常に危ない。OK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 。冷静にね、冷静にしっかりと、これダブルアイテム取りに行って、OK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 。Very OK。で、ここ外からコイン取りに行きたいけど失敗。コイン、あ、取れてないね、コインね。これ使おう、使って使い込んで、ほいほい、オッケーオッケーオッケー、ベルケイ、危ない、いてー、やばい、ちょっと荒れてるね、いて。まあまあ、でもまだ7位なんで、まだ大丈夫よ、まだ大丈夫。お、止まってる。ああ、でも取れなかった、やばいね。コインも取らないとちょっとまずいね、これね。コイン取らないとまずいっすね。いやー、ちょっとあれだな、下手だな。ガチやばい。さあ、ここ頑張って、あー、1個か。ここで使おうか。やばいやばい、引っかかって。で、ここ、アイテム2個取って。よいしょよいしょで、で、ここ多分ショートカットここら辺できるでしょ。よいしょー。さあ、一気に4位まで戻ってきたよ。危ない、これ避けてかわし込んで、なんとか4位まで戻ってきて、で、ここキノコ使ってバイーン。オッケー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 。いや、いいいいいい、上手上手上手じゃん、状態で、いいいいいい、めちゃくちゃいいよ。さあ、これ進んで、危ない、避けて、
避けて取られたテレサいやでも大丈夫でしょ、2位のまま大丈夫だね。オッケーオッケーベリーオッケー。さあ20上がって1962、いいよ調子いいよ。はい、第3レースキノコのステージですね。頑張っていきたいと思います。ここ結構難しいよね。あとちょっと短めだよね、短め。さあ行きます。まずはこうツンコしてコイン取られてしまって、さあコインコースから攻めて、ここコイン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 取っていいよ、めちゃくちゃいいよ。で、これアイテム交換のために後ろに投げ込んで、よいしょ、届く、オッケーオッケーオッケー。さあ、ベリーオッケーよ。これ防御しないとダメ、オッケー。はい、はい。最近ね、覚えたテレサをしっかりとね、回避していくっていうのを覚えたんで、コインをむやみやたらに使わないと。コインを持っといて、一番上のアイテムをね、テレサ取っていくんで、コインで隠すっていうね、そういうテクニックが大事なんだよね。最近知りました。じゃあそれもしっかりやっていきたいね。さあこう、これでね、この状態で隠しとくんですよ。そしたらいいんだよね。これちょっとアイテム交換するわ。もしかしたらダブルで防御アイテム来るかもしんないんで。あー、これは良くないですね。これ良くない状態。さあダメージをばっこり食らって、でこれ防御して OK。 いや最悪、いやここで抜かれてしまうか。あ、使っちゃった普通に。スター来てるね。あれ2位抜かれたか。まあでもダブルで防御アイテムあるんで、このまま行こう。前に投げてきたね。さあただやったー、やばい。これ防いで、いやじゃあこれ投げよう、これ投げてやってなんとか行きたいけどな。無理か。あー、このアイテムじゃ無理じゃ。あ、でもこれだったらいけるよ。オッケーベルケーリーダー。いや、やっぱ1位の人はもう早いね。ただいいんじゃない、頑張ってるんじゃないでしょうか。はい、第4レース、ドーナッツヘイヤーやっていきたいと思います。ここね、ちょっと苦手なんだよね。ここちょっとね、苦手で。なんとか、まあでも6位以内には入りたいね。6位以内には入りたい。ちょっとここは苦手ですね。はい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 。さあ、まずは OK。これじゃあ、お尻つけとこうか。お尻つけといて。危ない。ほらね。苦手でしょ。えい、くらえ！お茶目にちょっと攻撃しといて。で、これ危ないね、もう。抜け出そう、なんとか。で、これガッシーン。いてー、マジか。ここで食らっちゃったのはちょっとあれだったね。嫌だったね。ここインコースから入って。いやー、なんかすごい、すごいルート行ってるよね。危ない。これ、落ちちゃうね。やばいやばい、落ちちゃった。いやー。で、ついてきた人もいて。ついてきた人もいて、あはははは。だってここガチ苦手だわ。全然ルート分かってないもんね。ここほんと苦手。うわー、コインがたくさん散らばってる。さあバッシーンいて、バッシーンいて、赤コーラ持ってるから前行きたくないけど。オーケーオーケーオーケー。まあ2位だな。あの人がやっぱ早いね、1位の人がね。あ、ただここ2位で来れてたのは結構いいよ。すごくいいっすよ。これちょっとかわし込んで。いや、これダメだね。あー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 あああああああ。いや、ただ3位のまま来てて、ここドッシーン使って、オッケー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 。で、前見えてるんで、やった。これ、多分スポンポンでしょ。やっといて。さあ、3位。あー、赤コーラ来てる、やめてー、そのまま許して、いや、めっちゃ抜かれた6位か。どう、一気に最後赤コーラでバックオンいかれたね。さあ9上がって、1993だね。次でいけそうだね。次でいけそう。
さあ第5レースかな、パックン神殿やっていきたいと思います。ここは別に本当に得意でも不得意でもないかな、何もないですね。さあ頑張っていきたい。こういうステージもね練習になるからいいよね。あんまりやってないステージも練習になるんで。さあこれちょっと怖いね、暴れん坊さんたちが。さあオッケーオッケーオッケー、こうグイーンといってウルトラターボファイヤー、ウルトラターボファイヤーで、あこれ違うね、間違えてる、これちょっと捨てて、オッケー、オッケー、お暴れたね。一応キノコ持ってこっか、このままね。でここで使うじゃん。オッケーオッケーオッケー、非常にいい形なんじゃないでしょうか。ここコイン取って、外側のコインも取りたいけど取れなくて、オッケーオッケー、いいんじゃない、すごく1位よ、どう、めちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。さあ緑コーラ防御アイテムもある。でこれね、テイスター対策で一応隠しとこう。あこれ交換しよっか、アイテムね、アイテム交換して、あーまあまあまあいいんじゃない、コイン取れたからね、コイン取れたんでいいでしょう。さあこれで10枚になった、スピードもマックス、よいしょ、危ないね、オッケー、あこれダメか、オッケーオッケーオッケー、しっかりなんとかかわし込んで、オッケー、あーテレス対策したんで大丈夫。ほらねすごいでしょ、これやばいね、ここを大いつも忘れちゃうね、これちょっと捨てとこう、やばい急いで、ああれか、トゲゾウはしょうがないね、よいしょ、やばい見えないの結構致命傷、これマジ1位あるんじゃない2000に、いやでも来てるね、何かしら誰かしら飛ばしてきてるねこれ、いやさせねえ、うん、危ないオッケー、やばい、やった、待ってー、あやった、当たって抜いてよっしゃー、ベリオッケー、見事な1位だ、トゲゾ回避したわけじゃないけどね、そのたまたまですけど1位でやったー、2018ということで2000突破しましたね。次は3000目標にね、今年中に、1万をね目標にしてるので頑張っていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう、バイバーイ。